の髪にピンクが差し色のウェア、銃を構えるテーブルもピンク。パラ射撃界のピンクレディと呼ばれる彼女はパラリンピックの射撃で日本初のメダリストに。偉業を成し遂げた選手を中山秀征が祝福。すごくみんなにいろ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 助けてもらいながら、この結果が出せたかなと思うので、メダル獲得の裏にはそばで支え続けた存在が。パラアスリート全力応援、パラスポチアーズ。銃を構える彼女のそばにいつもあったのは母の姿。高さは違うと思う。そうかな、でもこの前背高いでやったし。ここで蓋開いてるか。うん、知ってる。おせっかいを焼く母の手を離れ、彼女が成し遂げたのは日本初の快挙。パリパラリンピック混合 10m エアライフル複射で銅メダルを獲得したパラ射撃、水田美香選手。水田選手は幼い頃からバレエを習い、踊ることが大好きな少女でした。しかし中学2年の時に手足の神経が麻痺し、筋力が低下していく進行性の難病が発覚。車椅子での生活となりましたが、大学生の時にパラ射撃を始めるとその才能が開花。競技を始めてわずか3年で東京パラリンピックに出場。しかし結果は32位で決勝へは進めず。その悔しさを胸に臨んだパリ大会、今回は予選を6位で通過し、自身初となる決勝の舞台へ。この大舞台で水田選手は輝きを放ち、精密なショットを重ね、パラリンピックの射撃では日本初の表彰台に上がり、銅メダルを獲得しました。そんな水田選手がパリに出発する前、ヒデさんが直撃し激励。今回は銅メダルをその胸に凱旋した水田選手を祝福。今日はお花をご用意させていただきました。おめでとうございます。ピンクがお好きだということで、はい、主にピンクを中心に。綺麗です、ありがとうございます。ありがとうございます。花よりも輝く努力の証。今回はこのメダルに秘められたドラマに迫ります。出発前にお話を伺った時は、今大会は決勝進出が目標だと。はい、本当に言ってたように、決勝進出っていうところを目標にして臨んだ大会だったので、それ以上の結果が出せて、本当に自分でもびっくりなところと、もちろん嬉しいっていう気持ちが強いです。水田選手がメダルを獲得した競技では、10メートル先にある500円硬貨ほどの小さな的を狙います。弾は的の中心とほぼ同じ大きさ。的のど真ん中を射止めれば最高得点の 10.9 ポイント。中心から 0.25 ミリずれるごとに減点。予選では60発、決勝では最大24発を打ち、合計点を競います。的の中心を狙い続けるのには強いメンタルと高い集中力が求められますが、会場のムードがすごかったんですって。射撃って国内での試合ではやっぱりなかなかお客さんが入ってるっていうことがないので、静かな中でやるんですね。割と静かな中でやっていて、お客さんがたくさんいる中で射撃をするっていうのは初めての環境でした。無観客で行われた東京大会とは違い、水田選手が挑んだ決勝の舞台には大勢の観客が。特に地元フランスの選手に注がれる歓声はひときわ大きく、水田選手を驚かせました。アウェーな中ですよね、いわゆる。もうすごく声が大きいので、もう揺れてるように感じるくらい。もう銃も揺れてるような感じですか。そんな感じでした。さらに決勝の舞台は点数が低い選手から脱落していく勝ち残り。次々と脱落していく選手を横目に射撃を続けなければなりませんでした。いつ
何時自分が落ちるか分からないわけですよね。そうですね、もう本当に次の一発で決まってしまうっていうような気持ちで打っているので、うん、銃が揺れていると感じるほどの大歓声に加えて大きなプレッシャーがかかる中、水田選手が高い精度を保って射撃を続けられた理由、その揺れてる中で多分打っても、まあ10点には入るでしょさすがにみたいなやっぱりまあ練習してきてそれだけ、うん、自信というか次々しっかり一発打っていこうっていうような感じですね。大舞台で信じたのは何千何万回と積み上げてきた日々の努力、自信を持って射撃を続けた水田選手は上位4名に残ります。計19発を打ち終えた時点で3位のポルトガルの選手との差は 0.1 ポイント。先に射撃を行ったのはポルトガルの選手、点数は誤差 0.5 ミリ以内の 10.7、 水田選手はそれを上回る誤差 0.25 ミリ以内の極めて難しい射撃精度を求められました。すると打ち出した球は 10.8 をマーク、これで同点に。同点となった場合はサドンデス方式のシュートオフに突入、相手より高い点数をマークすればその時点で勝ち残りです。ポルトガルの選手がマークしたのは 9.8、 対する水田選手は10.7 をマーク、見事な逆転劇を見せ銅メダルをその手にしたのです。そんな水田選手の頬を伝ったのはひとしずくの涙でした。試合中にもう涙がありましたよね。あれはどういう心理だったですか。なんですかね、嬉しかったのか、うん、ほっとしたのか、もうなるほど、いろんな感情が一つになったっていうことなのかな、はい。ああでも改めて振り返ってパリのこの大会いかがだったですか。今回すごく先輩だったりとか、うん、他のスタッフの方だったりとかすごくみんなにいろ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 助けてもらいながら、うん、まあ、この結果が出せたかなと思うので、うん、支えられてやってるなっていうのをすごく感じた大会でした、うん、ね。でご家族もまた支えになってくれたんじゃないですか。いつもサポートしてもらってる母も、うん、観客として現地まで来てくれて、うん、結果が見せられて良かったなと思います、うん、ね。今日もねお母さんね来てくださってますけれども、水田選手を一番そばで支え続けたのが母のてるみさん。病気になってから今までやってきたことがどんどんできなくなってきて、彼女の新たな居場所を作るのが私の使命というふうに思っておりましたので、それが射撃でして、嬉しいのはもちろんなんですけれども、ほっとしたっていう気持ちの方が大きかったです。親子2人で見つけた新しい居場所はいつからか自身が輝く場所へと変わり、水田選手の新たな原動力に。競技を続けていくっていうところはもちろんなんですけど、うん、それ以外にもやっぱり射撃、パラ射撃っていうものを少しでも多くの方に知っていただきたいっていう思いが強いので、うん、はい、そんな水田選手の姿があったのはパラスポーツの体験会。この日は誰でも体験できる射撃競技用のビームライフルを使用し、大人から子供まで幅広く射撃の魅力に触れました。多くの人にパラ射撃を知ってもらいたい、そこには水田選手のある思いがありました。私はそのパラ射撃を始めなかったら出会わなかった人っていうのも本当にたくさんいらっしゃると思いますし、射撃と出会えたことはすごく私にとって大きなことだったので、パラ射撃面白いし同じような体験をしてもらえる方が増えたらいいなとも思います。自身の人生を大きく変えてくれたパラ射撃、その魅力を水田選手は多くの人に伝えていきます。今度はロスが4年後には
ありますけども、まあ、正直なところ4年後のことはまだあまり考えてはいなくて、うん、大きな国際大会っていうところでは、うん、あの2年後のアジアパラが日本で開催されるので、うん、そこに、まあ、出たいなっていう思いはあります、うん、まずは2年後を目指して。しかし日本初の快挙を成し遂げたピンクレディーに4年後も期待せずにはいられません。ミカさんのお名前っていうのは、これ名前の由来は、母の名前が、うん、の漢字から光るっていう字を多分取って、お母さんが、テレミさん、はい、あとは私夏生まれなので光る夏で、はい、あ、なるほど、思います。多分じゃあ正解はこちらで伺いましょうお母さん正解でよろしいでしょうか。光り輝く夏のように、うん、周りの人を明るく照らしてくれるような人になってほしいなと。なるほど、ということだそうでございますでした。でまさにそういった、ね、お嬢さんになられたと思いますし、でその望みが叶い、こういった形にしたのはご本人のお力ですからね。またこれからも期待しておりますので頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。